前回は遥がギャングにさらわれてしまったっていうところなんですけど、そんな時でもサブストーリーで遊べるのが龍が如くだぜ。あ、そこのあなた、まあ公園の中にもサブストーリーあったので一つやってから行こうかな。いやーいいですね、ちょい悪感出てますね。ちょい悪キリュウさんが何ちょい悪、ちょい悪じゃ済まない背中してんぞ。その風格のあるいでたち、クールな佇まい、いやー見事です。ザ・ちょい悪オヤジですね。人の顔面に熱湯をかける男だぞ。それも丁寧に回しかける男だよ。おいちょっと待て、さっきからお前は何を言ってんだ。え、何って、あなたがちょい悪オヤジっぽいなと思いまして。だからそのちょい悪オヤジってのは一体何なんだ。あ、そっか、キリュウさんが塀の中に入ってる間に流行った言葉だから知らないんだ、ちょい悪オヤジ。そんなにちょい悪感を漂わせておいて。こっちに火があるみたいな言い方すんな。今流行りのちょい悪オヤジを知らないんですか。ああ聞いたこともねえな。なるほど、あなたは体から自然とちょい悪感がにじみ出ちゃうタイプの方のようですね。昔からこういうファッションなんだよ、キリュウさんは。ちょい悪オヤジというのはですね、どこか不良っぽい香りの漂うおしゃれな中年男性のことを言うんです。まあ簡単に言うとちょっとだけ悪っぽいオヤジってとこですかね。まあパッと見そうかもな、キリュウさんは。ほう、最近テレビや雑誌なんかに取り上げられて世間で流行ってきてるんですよ。言ってもまだ37歳だからね、キリュウさん。親父ってほどの年でもないんだけど、そうなのか知らなかったぞ。この俺がちょっとだけ悪か。本当だよな。刑務所に入って気づかないうちにいろいろと風格みてえなもんが霞んじまったか。それで私実は今とある雑誌の企画でカムロ町ちょい悪親父判定会というコーナーをやってまして。そうか、記者なのか、雑誌のちょい悪親父判定会。ええ、この町でちょい悪親父っぽい人々にインタビューをしていき、その人が本物のちょい悪親父なのかどうかを判定しようという企画です。雑誌に載せていい人じゃないぞ、堂島の竜は。最近は流行りに適当に乗っかってるだけのにわかちょい悪親父もいますからね。よくわからねえが、なかなかおせっかいな企画だな。ほんとだよ。そこでぜひあなたにもインタビューをさせていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。何、俺に。この町なら他にも悪そうな連中はゴロゴロしてんだろう。そいつらは当たればいいじゃねえか。確かにな、株の町にはいっぱいいるでしょう。それが他の人は悪そうな人じゃなくて、みんな本当に悪い人なんですよ。この人もだよ、キルさんもそうだよ。おっかなくて声すらかけられません。背中見せてやる。ですのでこの公園ならちょい悪がいるかもしれないと考えて潜入してきたんです。ホームレスしかいないけどな、基本的にこの公園は。なるほど、このままじゃせっかく私が考えたコーナーが企画通りになってしまうかもしれません。ですのでどうかお願いします。あ、そうそう、見事本物として認定された暁には豪華賞品も用意してありますよ。ほう、そういうことなら。今それどころじゃないはずなんだけどね、遥かさらわれて。仕方ねえな、仕方ねえな。本当ですか、かなりお時間。何その念押し、かなりお時間いただいちゃうかもしれませんけど大丈夫ですかね。いいよ別に、本当はそれどころじゃないけど。ギャングを追いかけなきゃいけないんだけど。ありがとうございます。それじゃあまず最初にお名前とご年齢を教えていただいてもよろしいでしょうか。ああ桐生一馬、37だ。全部答えた、追われてる身なんだぞ。まあ登場界のやつらが見るような雑誌じゃないだろうけど。確かにね、桐生一馬さん37歳ですね。親父って年じゃないよな、37は。それじゃあ桐生さん、早速ですがちょい悪親父として普段から気をつけていることとかってありますか。普段から気をつけていることって言われてもな、例えば他のやつはどんな回答をしたんだ。そうですね、先ほどインタビューした男性は真夜中だろうが常にサングラスはかけるようにしているとおっしゃっていました。視界悪いだろ、危ないな。はぁ、夜中にサングラス、そいつただのバカじゃねえのか。正しい。何まともなこと言ってんだギルさん、そんなことないですよ。サングラスはちょい悪親父のマストアイテムだっていう人もいますからね。ちょい悪親父ってのがいまいちよくわかんねえな。
まあいい、とにかく俺が普段気をつけていることか。普段気をつけてること、まあ真島、ま、の兄さんでしょ。キルさんが日頃一番気をつけてることって言えばこれでしょ。隙あらば襲いかかってくるし、服装、真島の兄さん何も気をつけていない。はい。そうだな、普段は真島の兄さんに気をつけている。それ説明いるだろ。え、真島の兄さん誰ですかそれ。ほらこうなっちゃうじゃん。俺の命を狙ってくる男だ。間違ってねえけど。え、命を狙ってくるって、キルさん、そのお兄さんに何かひどいことでもしたんですか。されてるんだけどね、一方的に。いや大したことはしてねえんだが、昔ちょっと意地張っちまったせいで妙に気に入られちまってな。あ、冒頭のシーンだね、ゲームの。かといって今さら喧嘩で手抜くわけにもいかねえし、正直こっちも困ってんだ。はあ、よくわかりませんが困ったお兄さんですね。ちゃんと説明したよこの人。ああ、だがまあいろいろあって10年近く会っていなかったんだが、その間もずっと俺のことを忘れずにいてくれたんだ。そういう話聞きたいんじゃねえから、この人。ふ、そう考えると悪い気分はしねえかもしれねえ。ちょい悪おやじの話してるから。ふふ、なんだかお二人仲がいいのか悪いのかわからないですね。それは確かに。でもそういう男の人にしかわからない関係って素敵だと思いますよ。ん、そうか。はい、はい。まあちょい悪として普段から気をつけてることとはちょっと違う気もしますけどね。ははは。それで済ますな。もっと注意しろ。そうか。まあいいですよ。それじゃ気を取り直して次の質問に移りましょうか。今のいいんだ、それで。おう。それではキルさん、次の質問はですね。おい、あんた、お、なんだなんだ。おい、あんたらちょっと待ちな。どうしたどうした。はい、ホームレス。さっきから聞いてりゃ、悪がどうたらこうたら言ってるが、それならうちのボスも負けちゃいねえぜ。うちのボスって花屋のことか。え、あいつちょい悪か。腹出してるけど。え、ボス、ちょい悪親父のボスってことですか。ちょっと待ってな、今呼んできてやるからよ。ややこしいことになんぞ。あれちょい悪って言っていいのかな、あのスタイル。うわ、来たよ来たよ。起きるよ。インタビューとはまたのんきなもんじゃねえか。こんな腹出してるやつさ。あー、でもあのゴテゴテの金色の腕時計とかちょっとちょい悪親父っぽいぞ。確かに言われてみれば、あの金のネックレスとか。こいつにどうしてもと頼まれてな。あなたがさっきの方のボスですね。実は今カムロ町ちょい悪親父判定会という企画をやっておりましてですね。ああ、説明はいい。全部見ていた。お前までやべえやつ感出すんじゃねえよ。え？ふじゃねえ。説明いるだろ、それも。それで姉ちゃん、俺にもインタビューしてえのか？いいんですか？なんだかあなたからは桐生さんに負けず劣らずのちょい悪親父感を感じますね。感じるんだ。いや、むしろ桐生さんよりもちょい悪親父っぽいかもしれません。何？確かに言われてみればちょい悪親父ってこういうのなのかな。なんだと。ちょっと悔しがるんじゃねえよ。張り合うな。そうか。よくわからねえが、なぜか負けた気がする。お名前の方は？名前？ああ、花屋でいい。それで話進むのかよ。花屋さんですね。それじゃあ、こっからは桐生さんと花屋さんのお二人にインタビューさせていただきます。メモとか取らなくていいの、この人。ああ。録音してんのかな。では早速ですが、お二人にはとっておきのちょい悪エピソードとかってありますか。桐生さんいっぱいあるよ。何？襲いかかってきたチンピラの顔面に熱湯をかけてやったとか、目に塩を振りかけてやったとか。まあ要は武勇伝みたいなもんだろ。はい。日本刀で切りつけてやったとか。それシャレになんねえけど。はい、そうですね。それじゃあまず花屋さんからお願いします。花屋のちょい悪エピソードね。そうだな。そういや、この前街を歩いてたら、女連れた二十歳くらいのヤンキーが、おっさん金よこせよって絡んできたんだ。危ねえ街だな、カムロ町。親父狩りってやつですね。金持ってそうだもんな、花屋。てか、この格好で街出んのかな、花屋。腹出しながら。だらしない腹出しながら。だが、あいにく俺は盗撮や盗聴をなりわいにしててな。おい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 。そこまでにしとけ。その場でその野郎の恥ずかしい秘密を洗いざらい暴露してやった。ダメだろ、盗撮や盗聴をなりわいにしてることを明かすのは。
例えば裏ビデオ屋での購入履歴やお気に入りの風俗嬢、そしてその嬢と最近どんなプレイをしたのかまで、そりゃあ細かくた。そしたら連れの女が最悪信じらんないとか言い出してよ、その場で痴話喧嘩が始まりやがった。ひでえことしやがる。やべえやつしかいない。まあ実はその女の方も何人もの女と浮気しまくってるんだがな。ちょっと待ってください。盗聴や盗撮がなりわいて、花屋さん、あなた一体。知りてえか。いえ、何か危険な香りがするのでやめておきます。いい感してるな、この女性記者。ですが今の確か話は確かにちょい悪かもしれませんね。それじゃあ次はキリュウさんお願いします。ああ、やべえやつだにインタビューしちゃったって思ってんだろうな。ふっきり、俺をちょい悪の話がお前にできんのか。ちょい悪どころじゃ済まないからな、この人のちょい悪エピソードか。そうだな。葬式会場で暴れた。10年間無所に入ってた。なんでちょいちょいその話したがるんだよ、自分から。チンピラを毎日ボコボコにしている。全部正しいけど、もう全部ちょい悪じゃ済まないだろ。ダメでしょ。これにしようかな。こういうのは正直に言わないと。10年間無所に入っていたことなんかはどうだ。なんかはどうだじゃねえよ。え？無所って刑務所のことですよね。じゃあキリさんって元受刑者なんですか。おお、どこに出しても恥ずかしくねえ前科もんよ。ああそうだな、最近出所してきたばかりだ。そうなんですか。でも10年間って結構長いですよね。一体何をしてそんなに。それ聞いちゃう。言うの、親殺しだ。語弊ある、語弊あるよ。それは親殺しって言い方だと。すいません、なんか私気軽に声かけちゃってすいませんでした。おいおい、キル、その言い方はちょっと語弊を招くんじゃねえのか。何、ヤクザの親と一般的な親違うからね。何、俺は本当のことを言ったまでだ。だがそんなにビビんなくてもいいだろ。ビビるわ、ビビるよ。別にお前を危害を加えるような真似はしねえよ。本当ですか。これ続くのかよ、インタビュー。本当だ、だから落ち着け。はい。ふう。でもギルさん、さすがに話がちょっと重いですよ。メンタル強すぎるだろ、この記者も。ちょい悪の域を超えちゃってます。何、本当だよ。まあ他の2つもちょい悪じゃ済まないけどね。葬式会場で暴れたとか、これはちょい悪エピソードとは違ったか。はい、もはや極悪ですね。そうか。でもまさか桐生さんが人殺しだったなんて。私にはそんなことをするような人にはとても見えないのですが、実際はやってないからね。まあ人間にはいろいろあるんだ。これ以上深く話す気はねえ。そうですか。一人の記者としてはぜひとも突っ込んで聞きたいところではありますが、ここはおとなしく引き下がった方が良さそうですね。そこ綺麗に流すのかよ。でもきっと実は真犯人は桐生さんじゃないとか、誰かを守るために仕方なく殺したとか。関与すぎるだろ。涙なしでは語れないような話があるんじゃないですか。ま、記者の勘ってやつですけどね。鋭い。私にはどうしても桐生さんが殺人をするような人には思えません。さあどうだかな。全く口の堅い男だぜ。ほんと桐生さんはもうそれ言わないもんな、実は俺は殺してないっての。いやー、そこはやっぱなんか筋の通し方が常人と違うわ。それじゃ気を取り直して次の質問いきますね。ああ別に関係ない人にぐらい言ってもいいのにね。やったの俺じゃねえんだって。それじゃ次はですね、んてかちょい悪の話からそれすぎだろ。ん、あ、これ伊達さん。伊達さんでしょ。おい、第三の男来ちゃったじゃん。確かにちょい悪っぽいな、この人も。あれは伊達さん、ちょい悪親父が増えたぞ。キリュウに花屋じゃねえか。伊達さん、こんなとこで何やってんだ。何、ちょっとした見回りみたいなもんだ。お前らこそ何やってんだ。俺たちはちょい悪親父インタビューを受けてたところだ。あ、なんだとは。キリュウさんたちのお知り合いですか。ああ、刑事の伊達さんだ。まあ刑事さんでしたか。私は今雑誌のインタビューをしていましてですね。あ、これで終わんのかな、カメラワーク的に。
ほう、カムロ町、あ、これ続くな。カムロ町ちょい悪おやじ判定会か。ええ、今巷では桐生さんや花屋さんのような見た目のちょい悪おやじがブームなんですけど、全然ベクトル違うけどね。同じちょい悪おやじでも渋くてかっこいいって若い女の子たちからもモテモテなんです。そういうのがちょっとトレンドになった時期もあったな、ちょい悪おやじ。そういやこの前うちのさやも、親父は好みじゃないけどちょい悪おやじなら全然ありかもって言ってたな。さやちゃんっていうのは娘さんですか？ああ、そうだ。待てよ、ってことはさやは桐生や花屋みたいな野郎が好みってことか。この二人は全然違うから、うん、まあそういうことになりますね。いや、キリュウさんはそんなに悪く思ってないんじゃない、実際、うん、助けられたしね。おい、何カッコつけてるんだ。なんだこいつら。いや、俺は認めんぞ。そもそもちょい悪おやじってのはな、俺みたいな男のことを言うんだ。お前ら二人は全然ちょい悪おやじじゃねえ。何、まあ、確かに伊達さんが一番それに近いか。何、伊達さんのどこがちょい悪なんだ。そうだそうだぜ、あんた正義感の塊みてえな男じゃねえか。まあ確かに中身は全然ちょい悪じゃないな。いや俺だって警察の中じゃはみ出し者扱いだ。命令無視なんてしょっちゅうだぜ。それにこの前なんて娘との約束をすっぽかしたりもしたからな。それはちょい悪じゃねえ。何、ちょい悪エピソードじゃねえ。何、それはちょい悪なのか。だったら俺だってダチの誕生日を忘れてたことくらいあるぜ。それはちょい悪じゃねえんだわ。ユミの誕生日な。おい、結局12万の指輪買ってあげたじゃん。おいおい、だったら俺だって嫁との記念日を忘れたことくらい。ちょっと3人とも落ち着いてください。もう話が全然ちょい悪おやじとは関係なくなっちゃってますよ。おすまねえ。まったくちょい悪おやじってのはそういうことじゃないでしょ。娘との約束をすっぱかしたり奥さんとの記念日を忘れるなんてのはただのひどいおやじです。その通りです。ふじゃねえよ。ふじゃありませんよ。キルさんだってちゃんと友達の誕生日くらい覚えてることあげてください。お結局ちゃんと高い指輪買ったから。射程に金借りたけど、お前ら何なんだよ。こいつら。仲良しかよ。おいだったら一体この中で誰が一番ちょい悪おやじなんだ。え、何ですかいきなり。もうこうなったら誰が一番ちょい悪おやじなのかはっきりさせようじゃねえか。話それてんな。おう、いいぜ。望むところだ。よし、それじゃあここからちょい悪おやじ判定会改め、ナンバーワンちょい悪おやじ決定戦だ。白心の顔やめろ。あー、ちょっと今カムロ町暗いからな。明るい時間にやりたかったな、このサブストーリー。めちゃくちゃ面白いじゃん。ちょっと勝手に変更しないでくださいよ。家庭こと言うなよ。そうだぜ、そっちの方が分かりやすくていいじゃねえか。それに企画としてもそっちの方が面白そうじゃねえか。立ち悪いなこいつら。そうですかね。私はインタビューがしたいんですけど、したい仕事させてやれよ。それじゃこういうのはどうだ。お前がインタビューがてら俺たちに質問をする。その質問に対して俺たちが一人ずつ回答して、その中で誰が一番ちょい悪い親父として的を得た回答だったかで決めればいいんじゃねえか。なるほど、それなら姉ちゃんも文句はねえだろ。勝手に決めんなよ。そうですね、いいんだ、それなら構いませんよ。復帰までだな。それじゃあ私は今まで通り皆さんに質問をすればいいんですね。まあまあ確かに、この記者のやりたい仕事もできると。ああ、その後姉ちゃんは俺たちの中で誰が一番ちょい悪い親父だったかを決めてくれ。はい、わかりました。それじゃあ質問を頼む。それではインタビューの最後で聞こうと思ってた質問をしますね。ズバリ皆さんはちょい悪おやじにとって最も大切なことは何だとお考えですか。深いよ、いきなり深いよ質問が。ほう、最も大切なことか。えらく簡単な質問。簡単なの？簡単な質問じゃねえか。お、自信満々ですね。それじゃあまずは花屋さんからどうぞ。そんなもん決まってんだろ、財力だよ財力。まあごってごての金のネックレスしてるからな。財力っていうとお金ですか。お金じゃ勝てねえな花屋には。人間ってやつはな、金があるほど心に余裕が生まれるもんだ。
そしてその心の余裕が大人の男の象徴であるダンディズムを醸し出し、ちょいワル親父として若い女からキャーキャー言われるってわけよ。身も蓋もねえな。なるほど、お金があると心に余裕ができる。そして心に余裕があるとそれがダンディズムへとつながる。まあ確かにそういう人もいるかもしんないけど。そしてそのダンディズムがあるからこそちょいワル親父はかっこいいというわけですね。逆にお金を得ることによって自信を持ちすぎてねえ、横柄になっていく中年男性とかも結構いるでしょ。ああそうだ、つまりちょい悪親父の根源は財力ってわけだ。金のねえ野郎ってのは大抵心にも余裕がねえ。そんなんでちょい悪親父を気取るなんてちゃんちゃらおかしい話だろ。これは出所したての桐生さんには耳が痛いな。確かにそうですね、無職だからな。その点俺はここの力でがっつり儲けてるからな。だてキリュウ、お前らとは心の余裕が、つまりダンディズムのレベルが違うんだよ。あんまり人に言える商売してないけどね、花屋も。金はあるけど。花屋のやろ、なかなか説得の力のある回答するじゃねえか。ねえよそんなに。いやまあ一理あるといえばあるのかな。ふむふむ、花屋さん大変参考になるご回答ありがとうございました。それじゃあ次は伊達さんお願いします。伊達さんはなんて言うかな。おう、仕事への情熱とかそういうのかな。ふ、花屋、お前は何も分かっちゃいねえ。何？確かにちょいワル親父にとって財力は大切だ。それは間違ってねえ。なんだ、ちょっといい BGM になったぞ。だがそれが最も大切なことかと、ことかというとそうじゃねえんだ。まあ確かにそうだと思うよ。ちょいワル親父にはお金も大事かもしれないけど、なんだと？それが一番じゃないでしょう。言ってやる、伊達さん。と言いますと、ちょいワル親父にとって最も大切なこと、それは愛すべき家族がいることだ。え、家族？何言い出してんだ伊達さん。何言い出してんだ伊達さん。めちゃくちゃ呆れた顔している。いいか、真のちょいワル親父にとって必要なのは家族を愛する心だ。あんま関係なくない独身のちょいワル親父だっているでしょ。いくら金を持っていてどれほど心に余裕があっても、てめえの家族を持っていねえ男は人間としてはまだまだ半人前だ。男ってのは愛すべき女、そして家族を持ってこそようやく一人前の大人になれるんだ。これも一理はあるのかな。ほう、愛すべき家族もおらず一人前になれてねえ野郎がちょいワル親父。ちょっとカメラ桐生さんに寄せるな。ちょいワル親父を名乗るだなんて100年早えんだよ。マウント取りに来た。自分の勝てるポイントでマウント取りに来たこの人。器ちっちゃい。その点俺は結婚経験があり家族がいる。だが桐生、お前はどうだ。何俺は。まだ結婚したことすらねえだろ。そんなんじゃ男としては半熟だ。ちょいワル親父を名乗るにはちと早いぜ。最近まで家族と喧嘩してただろ。伊達さん、いやでも世の中には未婚でもダンディーなおじさんはたくさんいます。そうだよ。は？何？世間で言われてるちょいワル親父の中には未婚のままいろいろな女の子を口説いてるような人だっていますし、むしろそういうイメージだけどね、ちょいワル親父って。ちょいワル親父が必ずしも結婚していないとダメということは私はないと思いますけど。そうだぜ。急に生き生きし始めた。それに愛すべき家族だとか言ってるか、伊達さん、あんたついこの間まで娘や嫁さんとうまくいってなかったじゃねえか。マジで痛いとこつくなよ。いやそれはだな。これはナンバーワンの座をもらったか。ぐっ、今のところは花屋さんが一歩リードといったところですかね。それじゃあ最後はキルさんお願いします。これ選択してんのかな。ああ、もしかしてなんて言うんだキルさん。おう、ちょいワル親父にとって最も大切なことか、それは週7で日焼けサロンへ通うこと、大人の常識からちょっとだけ外れること。あー、これちょっと説得力あるな。わからん。これではないな、少なくともこれが一番まともでは？てか他の2つが話にならなすぎる。実質一択じゃん。ここはまともに選ぼうかな。そうだね、大人の常識からちょっとだけ外れること。外れすぎてもダメなんだよね多分。これだ、
大人の常識からちょっとだけ外れてみることだな。ふむふむ、あえて常識を外してみるということですね。ああそうだ、だが外しすぎもよくねえ。ちょっとだけってのがミソなんだ。急にまともなこと言い始めたな。と言いますと、さっきまで10年間無所に入ってたとか言ってたのに。そうだな、例えばサラリーマンってのはスーツを着て仕事をするのが常識だ。そんなサラリーマンが日中からアロハシャツに短パン姿だったら明らかに変だろ。それが常識を外しすぎてんだ。確かに、それだとただの非常識なおじさんですね。ああ3人とも非常識なおじさんだけどね、ここにいんのは。ああ、だからそこはスーツは着るがノーネクタイでボタンは外す、これがちょい悪ってやつだ。確かに、そうすることで親しみやすい印象も出るだろ。だからちょい悪親父ってのは年下の女からの人気があるんだ。ちょい悪親父って言葉知らなかったくせに。そもそも、なるほど。語るな、今日知ったくせに。ちょい悪親父のこと、スーツをビシッと着ちまうとどうしてもお堅い印象が強調されて若い女は近寄りづらい。それが中年の年上男性ならなおさらな。確かにその通りですね、非常にわかりやすいです。それにさっき花屋やダズさんの言った財力や家族を持っている男が勝ち組みたいな考えも、所詮は大人どもが作った常識に過ぎねえ。むしろ金も家族も持ってはいないが、そんなものに媚びたりしない孤高の男こそが、急に自分のこと言い始めた。さっきまでまともなこと言ってたのに、本当のちょい悪親父なんじゃねえのか。金も家族も持ってはいない。ああなるほど、確かにそうなのかもしれませんね。何でも一番まともなこと言ったよ。確かに。それでは皆さん、ご回答ありがとうございました。おう、それじゃあこの中で誰がナンバーワンちょい悪親父にふさわしいのかを答えてもらおうか。はい、では発表しますね。ごくり。緊張するな。この中で最もナンバーワンちょい悪親父にふさわしいのは桐生さんです。まあそうでしょ、今のは。でもこれ選択肢次第で変わったのかな。最後の選択肢外しちゃったら花屋さんですになったのかな。おお、まあ妥当だな。ちょっとテンション上げるな。選ばれたいと思ってんじゃねえ、畜生。理由はやはりキルさんの回答が一番感心できてかっこいいなと思えたからです。よかった、最初の方の選択肢は遊んでてもよかったんだね。じゃあ真島の兄さんだとか。ち、悔しいが仕方ねえか。それではせっかくですので、キルさんにはこちらの豪華商品をあげます。おお、ありがとうよ。イタリア製ショルダーバッグ。ピンクだったぞ。あれちょい悪親父は身につけらんないでしょ、あのピンクのバッグ。それではキルさん、これからもちょい悪親父としてダンディでかっこいい男性で居続けてくださいね。キャバクラぐらいでしか使い道ないぞ、あんなの。いつまでもダンディでかっこよくか。そういられるといいんだがな。キルさんならきっと大丈夫ですよ。それでは私はここで失礼します。これ記事になんのかな。この人の雑誌で。お、達者でな。実名出されたらいろいろとまずいぞ。桐生一馬37歳。ちょい悪親父か。10年間無所に入ってたから実感がねえが、俺ももう親父って年なんだな。まだまだ若いけどね、30代だし。ん？おお、こりゃ負けたことが相当効いてんな。そんなに悔しいか。調子こく慰める。こくでしょこれは。調子こくって選択肢面白いな。ふん、どうだ、これで少しはちょい悪親父ってもんが分かったか。今日知ったくせに。あんたらも俺みたいにダンディズムあふれる男になれば、若い女にかっこいいって言われるようになれるかもな。ふん、去ってった。捨て台詞吐いて。ち、何がダンディズムだ。伊達さんよ、下で一杯やってかねえか。いや、悪いが遠慮する、見回りに戻らなきゃいけねえんだな。ふ、そうかい。なんだこれ。ち、キリュウの野郎、次は負けねえぞ。悔しがってんじゃねえよ。やった、勝った。長かったな、確かに。
かなりお時間いただきますがよろしいですかみたいなこと言われたけど、最初の方にこれだけで30分やっちゃったわ。今回はこれで終わりになりますかね。経験値結構もらえたな。何取ろっかな。最近ね、ラッシュスタイルの技を取るようにしてるんだよね。ラッシュスタイルが怠慢ではかなり強いので、闘技場とかでもさ戦いやすいんだよね。どれ取ろうかな。これ欲しいな。カウンター技、敵の攻撃をいなし背後を取る。これ取れるまで貯めとこうかな。ゲージは、あー、もうほんとこれだけで終わっちゃったけど、まあ次回はストーリー進めましょう。はるかがさらわれた居場所はギャングの連中から聞き出してやるまでだ。街には出ていいのかな。街に出てギャングを見つけてはるかの居場所を聞き出すということだな。またいるこのおじさん。好きなんだよなこの時計って言われんの。はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。